バウンスシャッセは日本の競争馬である。場名の由来はダンス用語で弾むような感じで踊る。主な勝ち倉は2014年のフラワーカップ、2015年の中山頻馬ステークス、2016年の愛知杯。判定に2018年の k 応杯スプリングカップをレコード勝ちしたムーンクエイク、ハンイモートに2019年のフラワーカップ。 ターコイズステークス2021年のオーシャンステークスを制したコントラチェックがいる。8月4日、函館競馬場芝1800メートルの新馬戦で4位広文を安城にデビュー。一番人気に応えてデビュー戦を制した。続く函館で行われた札幌2歳ステークスは最下位の14着に敗れ、東京で行われたアルテミスステークスも10着だった。 1>, 1月の中山で行われた500万下の冠築賞は直線で抜け出して2勝目を挙げた。この後2ヶ月半相手3月のフラワーカップは2着に2馬審査で重賞初制覇した。その後は大歌賞へは向かわず、オバクラシック初戦のサツキ賞へ出走するも11着に敗れた。そして優秀品馬では3着に敗れた。 その後も勝ちきれないレースが続き3歳シーズンを終える。3月の中山で行われた中山頻馬ステークスで久々の勝利を挙げる。しかしその後2戦0 0は2桁着順になり休養に入った。1月の中京で行われた愛知杯に勝利し、重賞3勝目を挙げる。この後2ヶ月相手3月の中日新聞杯に出走したが5着に終わる。 そして7月7日付で競争場登録を抹消された。引退後はノーザンファームにて繁殖品場となる。競争成績の出展、netkeiba.com。ありがとうございます。